して私、焼肉の熱海朝霞駅前店の店長森下と申します。当店は朝霞駅から2分ぐらいのところのビル8階にございまして、平日はサラリーマンの方が、たくさんいらっしゃって、週末はお客様連れのお客様がいらっしゃってにぎわっております。熱海ではロボットがいることによってエンターテインメントといったところで、いらっしゃったお客様のいいお声がたくさんいただいてるんで、集客アップにもつながるのかなっていうのがまず一つと、普通であれば人員削減することによって一人一人負荷がかかってしまうものがいつも通りの営業ができる、でかつ今までできなかった付加価値的なところをお客様に提供できてるのかなっていうのを感じています。ベラーは配膳のところだったりとか、下げ物だったりとかすごい特化しています。で、耳を触ったら耳かゆいにゃーみたいなことを言ってくれるんで、そしてお子様連れにはすごい受けがいいかなとは思います。耳かゆいにゃー。ケティ君については配膳メインではなく、ご案内ロボットとして活躍してくれています。普段であればお客様をご案内してからファーストオーダーを取るのに、2、3分かかるときは5分ぐらいかかっちゃうんですけど、ケティ君がいることによってモニターが映し出されているんで、ご案内も全てしてくれて、なおかつそのファーストオーダーも全て取ってくれるんで、時間が削減できて、その時間をお客様のサービスの方に当てることができるようになったんで、すごい良かったなとは思います。例えば配膳してる時とか、お子様がロボットを追っかけている光景だったりとか、ロボットが止まっている時、頭を触って撫でてくれたりとかして、皆さん喜んでくれています。ケティが導入される前は、私たち従業員が忙しい時はご案内が遅れてしまったりして、お客様に迷惑をしたことがあったりしたんですけれど、ケティが導入されてからはそういったことを少なくなって、作業の効率化が図れるようになりました。ベラちゃんが来る前はレーンで運べないできたからは、私従業員が手で運びに行ってたんですけど、ベラちゃんが来た後はベラちゃんがそういうお席に運んでくれて、その分私たちが他の作業に集中できるのでとても助かっています。コロナの状況下もあって、非接触型の接客、この2種面でも非常にいいなって思います。ベラちゃんはリアクションがとっても可愛いので、私はすごい癒されます。個人的です。料理運ぶときはゆっくり来てくれて、スープとかしっかりこぼせないで、すごい賢いロボットだなって思ってます。すごい可愛かったです。耳触って喋ったりとか、すごいなって思います。